稲本潤一は12歳の時トレセンに参加しており、ごっついやつがおると小野伸二のサッカーセンスに舌を巻いていた。稲本潤一はトルコのガラタサライで、俺はガラタサライの稲本やと言うとただ飯が食べれた。稲本潤一は当時無敵を誇っていたアーセナルに移籍、行く前はなんとかなるやろと思っていた。稲本潤一の奥さんは元モデルの田中美穂で、もともと稲本の大ファンだった。元日本代表の津波はガンバでデビューしたばかりの稲本との対決で完敗し引退を決意した。稲本潤一曰く、ヨーロッパで長く活躍するには寂しがり屋を克服しないと難しい。稲本潤一がこの世で一番怖いものは女性。